冒険へようこそ。カンタの個人チャンネルでございます。はじめましての方、こんばんは、こんにちは、おはようございます。今日も頑張っていこうと思います。ちょっと朝調子悪いわ。はい、ということで本日なんですけども、個人チャンネルでは初めてですね。メインではね、一度取り扱わせていただいたんですけども、こちらパッケージが最高だよね。ワンピースカードを4ボックス開封していこうと思います。もう狙いはですね、ニカルフィですね。完全に一番レアなカードも当然ニカのルフィなんですけど、今回1周年なんですよね、ワンピースカードは。もう1周年かって感じもするんですけども、その1周年を記念して、小田先生が書き下ろしのねイラストが入ってるそうなんですけども、相当確率は低いらしいです。ただ当たったらこれですよ。ルフィがさ、覚醒してさ、この白っていうのがいいなって思ったな。やっぱさすがですよね、小田先生。まあ今回もカードゲームといえば必至ということで、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ手始めにワンピースが何か考察してください。え、急に、はい、何年後かにさ、はい、当たってたがありえる、はい、確かに。何が最後あるかってことですね。そう、ラクテルに。モッチー先生の言葉借りるなよ、絶対。オリジナル講座としては俺もちょっと考える。はい、決めました。何？一本だけ花が咲いてる。これでイベントします。何よで。それは何？ワンピースってお花だったみたいな。そうです。それこそが美しいみたいな。そのパターンね。俺いい。はい。手に入らない。あるけどってことですか？何かは。何かは。小田先生って決めてるって言ってんだっけ？ああ、決めてるって言ってます、ね、ワンピースは何か分かるみたいに言ってるでしょ、はい、でもそれを表現するって約束はしてないよね。まあ確かに。俺ルフィが手に入れるか分かんないけど、喜んで終わるんじゃない？謎を残したまま。そう、はい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 。それ以外もう無理っしょ。でも当たったら期限はここだぞ、カンタチャンネルだぞ。いや本当にお願いします。ありえると思うけどな。はい、ということで早速開封していこうと思います。これすごいなって思ったのが、全126種類っていう、結構多めなんだよね、種類数が。漫画のカードゲームってそんな枚数作るの本来難しいと思うよ。ちょっとめっちゃなんか嬉しいんだけど。え、嬉しくない？いいな。でね、やっぱね、後ろもね、海外の注意事項みたいなのが書いてあったりとかするのも見ると、世界的に人気なのが分かりますよね。最近ポケモンカードのね、トップレア当てました。当てたよね俺。はい、もう2回すごいよね。新しい、初めてなんですよ、トップレア当てるのとかって。で、こういうカード開封をしてる人って、トップレアみたいなの当てた時って、まあちょっと下世話な話、ちょっと再生数回るんですよ。見たいじゃないですか、当たりって。なんかね、低かったっすよ。見ていこうと思います。じゃあまず半分、せーの、ドン。ワンピースだけにドンな、あれは。うわー、コビーの命がもったいない。めっちゃいいシーンですからね。僕の演技力がないから今ちょっと変な感じになってるけど、ここはもう全員泣いた。あ、なんかね、イラストがちょっとあれだよね。お、ベロベティ、革命軍だっけ。はい、そうだよね。ドフラミンゴの子供の頃、普通に嬉しいな。うわ、懐かしい。ノラ、チャカもいる。チャカこのイラストに出てきた時一瞬分かんなくない？分かんない。かっこいいな。チャカかっこいいな。チャカよくゲームで俺やってたから、グランドバトルで。あ、そう。グランドバトルめちゃめちゃやり込んで、練習場みたいなところで光かなんか落として、ゴムゴムの風船をタイミングよくやると上に跳ねるんだけど、それを100回ぐらい連続やると隠しキャラのエースが出てくるっていうのがあって、俺できなかったかな確か。結局むずすぎて。ワンピースゲームとかもやりたいんだよ。サボ、モーリー、やっぱあの頃のゲームってさ、ワクワクする要素いっぱい入ってるからさ。チャールストン、うわ、クマ、
クマって結構キーマンだよな。うわー、始めよう暴力の世界。いいですね、ハッキークマ。うわ、ペルだ。アラバスタ好きだな。いや俺なんかちょっと懐かしい気持ちしてきちゃって、あのちょうどネットフリックスのやつでそこまでは見れなかったから、あの後の部分ちょっと読んじゃったんだよね、漫画で。読み返した。そう、シーズン2とかになったらやるかもしれない。全然やるよね。ドレスローザね、ここは天竜人。お、なんかちょっと待ってよ。え、ちょっと待って、当たり枠見ていい？え、そうだよね、フィッシー。え、マジっすか。え、ちょっと待って、来たかも。え、え、違うかな。全然違った。おー、ピーカか。いや、なんか漫画の縁に見えて、漫画レアあるじゃないですか。はいはいはい、一番トップレアね。そうそうそう、もうじゃあサクサクいこう。4箱あるし、俺が好きなキャラクターではしっかり止まるわ。うわー、好き。かっこいい。かっこいいけど強すぎるからちょっと嫌い。怖い、なんか。うわー、懐かしい。お、キッドだ。ちょっとジャンプのネタバレってあんましない方がいいもんな。まあそうですね。お、パッチワーク。でもさ、キッドもいろいろあったじゃん。ありました、いろいろ。信じられないよな、まさか。お、海は海賊が相手だ。ちょっとレアっぽいカードが当たりましたね。もうびっくりだよね、トリワンピースって面白いんだから。勝者だけが正義だ。え、っていうか普通にさ、漫画の一コマがさ光ってるだけでヤバくない？すごいな。じゃあ後半戦。うお、2億ボルトアマルだ。エネルの必殺技ですね。そう、え、絶対もう一回全部読み返そう。でも100巻あるからさ、何日かかんだよって思っちゃわない？はい、ワンピースって意外とね、読み出すとすぐなんですよ。そうなんだよね。どこが一番好き？めっちゃむずい。ゾロ柔道。でも、空島好きですね、かなり。あー、空島ね。いいよね、そういうやつ。空島好きです。いや、全然分かってない。聞かせてください、ハンスさん。俺、ベイビーバックファイトだよ。渋いと思うんですけど。空島、降りた後、ね、降りた後の。北シー海賊団。あそこだから結局面白いですよね、あそこ面白い。うわ、カイドウとのこのシーン、カードすごい。1ボックスに1枚入ってんだよね。はい、うわ、これじゃないか、カイドウだ。お、すごそう。ワンピースカードにものすごく詳しいわけじゃないのは本当に申し訳ないんです。シークレットですかね。シークレットカイドウ、すごい、うん、ありがとうございます。これ金色なんすね、金口で。いいなぁ。はい、1箱目開封終了でございます。2箱目いきまーす。ワンピースカードをね、ものすごくさ、プレイしてるってわけじゃないんですけど、もう開封してるだけで楽しいよね。このね、漫画のイラストと漫画じゃないイラストがさ、結構いろいろ入ってくるから、こういうジンベエとかもこういうイラストになってたりしてて、ちょっとね、新鮮な気持ちになりますね。うわ、俺最近さ、親父とさ、寿司で飯行ったんだけどさ、はい、親父めちゃめちゃ酔っ払っててさ、このエンポリオテンションホルモンみたいなことをされたんですよ。なんか厳しいこと言われたな。それで、元気出たみたいなことですか？やる気出たみたいな。そう、そうそうそう。はい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 、いや、じゃあ実際にやられたんだ。やられたんだ。なんか、俺ってさ、結構さ、自分で言うのもなんだけど、結構頑張ってるやん、うん、でも親父は、もっと頑張れって言ってきたんですよ、うん、俺すごいなって思ったのが、息子でね、俺40ぐらい離れてんの、父さん70だから。俺は俺で、自分の人生楽しんでて忙しいから、お前の人生なんて知らねえって言われた。勝手に頑張れって、俺は俺で忙しいんだよって。なんかさ、口出ししたくなりそうじゃん、なんか。エネルですね。それなのにさ、なんかさ、もうさ、
まだ自分の人生楽しんでんだなって。かっこいいっすね。ね、俺もなんか70で絶対それ言おうって思ったな。エネル、いいね。エネルまた出てくるかな。いや、出てきてほしいっすね、ぜひ。でも月行っちゃってるじゃん。はい。どうなるかわかんないよね。うわ、出た。え、キザル。おお、すごい綺麗なデザインですね。レベッカ。そう。一緒。シュラ、あれ？俺全部いった。エネルかな？エネル。おおおお、それは SR パラレルのエネルでした。お。エネル当たっております。確かにイラストがねめちゃめちゃかっこいいと思います。よし、三箱目。ワンピースって。なんかこんなに面白いのにさ、誰でも読める空気感出してくれてるからいいよね。なんかカッコつけてなくない？おお、カイドウ、カイドウ、おお、同じカイドウ出たよ。そろそろ当てちゃおうかな。え、え、え、すげえ、嬉しい。小田先生書き下ろし1周年イラスト、えぐい。めっちゃいいじゃん。飾ろう。いや、これはね、自分で当てることに意味がありますから。嬉しい。え、じゃあ狙いのカード、しかもサトリも当てました。いや、それは狙いのカードじゃないでしょ。最高。これがサイン入りだったら化け物です。一生家宝にするレベルの。でもさ、アメリカのさ、バスケカードとかってさ、やっぱ変でさ、本当にサイン入りとかあるからね。直筆ってことですか？その人のユニフォームが切り刻まれて入ってたりとかするのよ。面白いなって思うんですよ。おー、コアラ。これもレアなのかな？コアラ、実はあれですね、それは。あー、よかったよかった。オロビだ、オロビ。カズさん好きだね。違う違う違う、俺全然全然だから、本当に。俺が一番好きなのは、あのルフィやから。ラスト一箱か。当てよう。でももうちょっと、ね、ルフィ出てる時点で。はい、ただ、ニカが出てないですね。そのレアな。ニカ出したい。あ、そうだね。ベタ状態のルフィが出てきてない。意外と当たんないのかな、やっぱり。お、お、なんかめちゃめちゃ光ってる。せーの。ほい、ほい、ほい。おお、エネル、エネルだ。しかもこれパラレル、スペシャルレアっていうんですか。スペシャルレア、はいはいはい、のエネルですね、これ。え、ぐ、すごい、めっちゃかっこいいな。ええー、だって、え、もう、え、結構えぐくない？なんかね、ちょっときてんだよね、なんか最近。ありがとうございます。あと上から10番以内に入るぐらいのレアのカード。そうだよな、ミカだよな、あとはローもやっぱかっこいいな、ヒットもかっこいいし、なんか懸賞金みたいになってんね。あ、その市場価格が、ね、市場価格が出てくると。いや、エネルギーえぐいな。ラスト上げていこうと思います。つってももう全部出てんのか、当たり枠は出ちゃってるかもしれない。ヒット先生、ルッチね。お、ビビで終わりました。最後、はい、うわ、かっこよ、ルフィ。はい、終了でございます。モーリーで終了。いや、楽しかった、非常に。ありがとうございます。なんと私は狙ってたね、レアカードルビーも当てることができましたし、こちらエネルも手に入れることができましたと。はい、ということで、ちょっとね、僕もまだまだものすごく知識があるわけじゃないんですけども、ぜひワンピースカード面白いなと思った人は、ぜひ見かけたら買ってみたらどうかなと思います。それではぜひチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。さよなら。